さて。よーし。いいと思うぜ。そうね。
ありがとうございます。始めようぜ。さてと、そうね。どうだ？哼！啊！いやいや違うだろう。
する？ちょっと。よし。あれ、宝箱ですね。開けてみませんか？マジで？ちょっと待てよ。お。なるほど。この雰囲気、セーフルームがある気がする。セーフルームだね。休んでいこうか。さあ、行こうか。お。おい。よし。強そうな。暴いてやる。ここに怖いのか。お見通しだ。危ない奴いるぞ。行きます。油断するなよ。ロキ敵弾ヒートクロー。俺の恐ろしさを味わえ。
やれやれ、暴いてやる。俺をどうしたつもりだ。悪くないな。こっち見ろ。ペルソナ、私の思いは甘かったです。やるな。ここでペルソナだ。許さん。
ラブリ殺したな。なんだよ。さすが。よし、レベルアップ。さて。シャドウ撃破だ。さ、進むぞ、ジョーカー。お？これで。うん、吉沢すみれさんだよね。カウンセラーの丸木です。まずは来てくれてありがとう。じゃあ時間まで雑談でもする？雑談？もちろん言いたくないことは無理に言わなくていい。あ、お菓子もあるから遠慮しないでね。甘いのもしょっぱいのもあるから。はい、ありがとうございます。じゃあそうだな、例えば昨日のお昼何食べた？なんてどう？僕はね、この前リンゴいっぱい友達からもらってさ、普通に食べるの飽きちゃって、いっそご飯のおかずにしようと思ったんだ。昨日のお昼もリンゴ料理に挑戦してみたけど、どうにもうまくいかなくてね。どんなの作ったと思う？わかりません。実はエビチリにリンゴ入れてみたんだ。ほら、酢豚にパイナップルの感じでさ。それは合わなそうですね。けどリンゴもちゃんとおかずになりますよ。すりおろしたりすればソースにもなりますし、栄養バランスや消化にもいいから、私も料理に使ってます。吉沢さん、料理できるんだね。それに栄養バランスなんてしっかりしてるな。私新体操やってるんです。食事もしっかり意識しなさいってコーチに言われてて。そっか、練習は大変？大変ですけど苦ではありませんでした。でもうまくいかなくて、もう何がしたいかもわからないです。そうなんだね。体操は好き？どうなんでしょう。姉と約束してたんです、新体操で世界を取ろうって。でも姉は亡くなりました。車から私をかばって、私が霞の夢を奪ったんです。私じゃダメなんです。私じゃ前に進めない。ここにいるのが霞ならきっと夢を叶えられた。霞じゃなきゃダメだったんですよ。私が新体操を続けたって何も。ごめんなさい。謝らなくていいよ。言えることは言った方がいいと思う。時々思うんです、私が霞だったらよかったって。現実は何も変わらないのに。現実か。吉沢さんの考えてることはおかしくなんかないよ。誰かになりたいって考えるのは悪いことじゃないと思うんだ。そう
なんでしょうか。人間にはね、自分に暗示をかけてその通りに自分を変えていく力があるんだ。だから目標にする人をイメージできれば実際にそうなっていくってことになる。あの人ならこうするはずだとか、あの人ならこうはしないとか、そういう問いかけをすることでその人自身が変わっていくんだよ。お姉さんのことイメージできる？はい。お姉さんだったらこんな時にどうしてるだろう？泣きませんね。そんな暇があったら練習して。丸木先生、私かすみになりたいです。わかった、きっとなれるよ、信じて。どうかな、楽になった？はい、とってもスッキリしました。先生ってすごいんですね。大したことないよ。でも僕のカウンセリング不思議と効くみたいなんだ。よし、なんていうか生まれ変わった気分です。そうか、ならよかったよ。また何かあったらいつでもおいで、雑談で構わないからさ。ありがとうございます。じゃあ次はさっきの話の続きでも。ん？どうかした？よく考えたら私料理あんまりうまくなくって、なんであんなこと言ったんだろう。妹は得意だったんですけどね。そうだね、君は吉沢かすみさんだから。はい、どうかしました？いや、いいんだ、役に立てたみたいでよかったよ。練習頑張ってね。はい、頑張ります。すみれの分まで。今のって？はい、私が丸木先生のカウンセリングを受けた時のものです。かすみ、姉を亡くした直後ですね。ここから私はかすみとして生きていくことになったんです。認知の書き換え、曲解というものか。でもさ、気になってたんだけど、自分をかすみだって思ってたのは本人だけなんだよね。友達とか家族とか他の人はすぐ気づきそうだけど。それが他の人からも私はかすみって呼ばれてて。正しくは呼ばれてるって勘違いしてただけかも。すみれって呼ばれてるはずなのに自分はかすみって認知する。だから周りも本人もおかしいって思わねえのか。すげえな。これが丸木なりの救いってやつなんだろうね。ここに映像として記憶が残ってるのもバイオレットの幸せを思うゆえかもしれないな。実際あの時の私はかすみになることで救われました。けど同時にすみれであることからも逃げてしまった。丸木先生にはとても感謝してますが、もう私は逃げたりしません。先に進みましょう。どうだ？
すがジョーカー、紙一重だ。無事かなくと僕が相手をしてやる。別の手があるはず。いただいていく。ペルソナ、私の思いを。君は我が決意の証を見よう。僕が相手をしてやる。権限しやがれ。どうだ。バイオレット、さすがアスリート。行きます。ジョーカー、宝箱発見です。何が入っているんでしょうか。もしかして、よし。
正体を見せろ。恐ろしさを味わえ。降臨せよ、ロキ。敵だ。ヒートクロー。壊してやる。権限しやがれ。撃撃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 撃順調で何よりです。正体を見せろ。破壊する道がある。こっち見ろ。送りましょう。これで片付ける。いいぞバイオレット。待って、ペルソナ、勝利はこの手に。バイオレットが危ない。だけで立ってる。見せてください。総攻撃カーン。コーク先に立たず。この力があれば。さて、シャドウ撃破だ。ついたかも。なるほど。ゲットは初めてだな、ジョーカー。
よし。石があるみたいですね。頂戴しましょう。どうしますか？そうですね。どうしますか？私はもう魔法だ。もう来るよ。やりましたね、先輩。
三つ目の石入手です。先生の欲望がこんな形になるなんて。よっしゃ。あれ？もしかして近くにセーフルームがあるかも。セーフルームですね。で、今さらやってきて一体何だと言うんだ君は。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今さらこれが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです。そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。いい加減に忘れたらどうなんだね。そ
そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。世間を騒がす精神暴走事件や怪盗団による大人たちの急な心変わり、それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは代議士指導正義です。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて指導は僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている、違いますか。私をどうするつもりだ。どうもしませんよ。今日来たのは僕の意地のため。僕はこの論文で世界を変えてみせる。世界を指導と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に、たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん講釈を。帰りたまえ。二度と顔を見せるな。なんだこれは。どうかしたのか。あなたには見えないんですか。空が突然。時は満ちた。この声は。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住まう。もう一人の汝。もう一人の僕。人の心の世界。まさかこの世界は。お前は知らんだろうが、我は以前からお前と共にあった。しかし我の存在する人の心の海とお前の現実は今まさに融合を迎えた。さあ、理不尽に虐げられし汝の理想、今こそ叶えよう。我は汝、汝は我。そういうことか。こんなことが。おい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。ええ、帰りますよ。大丈夫、これでようやく。シド、マルキ氏の研究を潰したのがあの男だったとはな。さっきから気になってたんだ。お母さんがしてた認知科学の研究とマルキ先生の研究、何か関係がないのかって。マルキを潰した後は自分の息のかかったコマに研究を進めさせた。もっとも研究をしてる本人たちは何も知らなかったんだろうけど、あの男の考えそうなことだよ。あの野郎。いや、今はあんなこと言ってる場合じゃねえか。指導のことと、もう一つ、映像の最後に映ってたのはおそらくマルキのペルソナだろう。空が赤くなってたってことは、私たちが統制の神と戦ったあの日ってことなのかな。ラヴェンツァ殿も言ってたが、あの時現実とメメントスは融合した。お前たちがそうだったように、ペルソナの完全な覚醒は異世界でないとできない。つまりマルキはあの時異世界に入ることでペルソナ能力に完全に覚醒したことになる。同時に大衆の認知、メメントスに干渉するチャンスも得たってことね。その後はラベンツァから聞いた通り。本当にいろんな偶然が重なった結果なんだね。何にせよこれで大体の事実が把握できた。
本人にとっては見られたくない記憶だったかもしれないけどね。お、迷ってる暇ないよね。